皆さんこんばんは。12月20日水曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。闇上がりの宮平大作です。よろしくお願いいたします。病院に通院に行ったら1万円ぐらい取られました。栗明です。本日もよろしくお願いいたします。今日はもう2人ともちょっと体調不良です、ね、いや特定疾患の通院なわけですよ、はい、私、はい、それで1万円ぐらいかかるって。すごいかかりますね。かかる。特定疾患だから3割じゃないのよね、うん、もっと安くなってるはずなんだけど、それでもかかるっていう。すごい、うん、申請は出してるんだけどさ、うん、大変大変ですか、大変。僕はもうパブロン飲んだだけなんですけど、あれさということで、はい、じゃあ今日もですね、楽しくいきましょうか。楽しくいきましょう。はい、じゃあ12月20日本日のネタです。じゃじゃん。はい、まあいろいろありますけど、はい、どれからいきますか。まあ尾長知事居場所に困るでしょうね。あ、これからいきますか。はい、はいはい、これはですね、こちら12月19日昨日ですね、昨日の、八重山日報さん一面の方の真ん中にですね、はい、書かれているんですけれども、尖閣問題居場所に困る、訪中時対応で、尾長知事と、じゃあこれちょっと読んでみましょうか。はい、山陰沖縄北方問題特別委員会が18日沖縄入りし、県庁で尾長武知事と意見交換した。この中では尾長知事が訪中時、尖閣諸島が日本固有の領土であることを中国に指摘しているかどうか問われる場面があった。山田博史参議院議員は、知事は中国に行かれることが多いが、尖閣諸島の問題をどのように話しているのかと質問。尾長知事は、地方自治体として交流ができるように話をしてくれと言われた。領土問題の話をすると居場所に困ると応じた。日本政府は、公式見解で尖閣諸島には領土問題が存在しないとしているということですね。はい、ということで、尖閣問題の件で、まあ、お話をこれ参院の山田博史、はい、さんが、ね、はい、結構詰めてましたけどね、うん、どういうことかっていうと、はい、自治体同士の話し合いで尾長が中国行った時は何も言わないで、はい、アメリカに行った時は基地撤去を訴えるっていう、うんうん、ちょっとね、はい、おかしいんじゃないの、うん、中国にもちゃんとしたことを言ってくれよみたいな。だって時間がなかったのだの、うん、何なのかんだの言って、あ、まあそうですね、訪中した時によくそういうのを言いますよね。時間がなかったとか、うん、そういったのを尾長知事が言うのは確かに何回か聞いたことはありますけれども、うん、はい、そういうことを、山田博史参議院がなぜかと聞いたら言ったと、うん、なんだろうね、居場所に困る。そうですね、これどういう毅然とした態度で中国にも言うべきだよね。うん、確かにそうですね、はい、これを、うん、だからこの居場所に困るということがよくわからないですけど、いや居場所に困るんでしょうね。いやもう尾長知事ね、うん、共産からちょっとそっぽ向かれたかなと、向かれ始めたかなと。共産からですか。共産党と一緒に、はい、なんかやってたでしょ最初の。そうですね、まあまあ、オール沖縄として その中の共産党の方とも、いつまでたっても承認撤回しないもんだから、うん、もう承認撤回しないもんだから、共産党がもうちょっと呆れちゃって、うん、ちょっともうそっぽ向いちゃってる感じっていうことなんですか。次の選挙危ないなと。次の選挙、知事選、うん、なるほど、ほう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 、確かにそうですね。いや実はね、うん、これ、はい、落ちたじゃん、ヘリが、あ、ヘリから窓が、窓枠、あ、先週の、ね、その時に、まあ、宜野湾のね、はい、
市役所でいろいろあったんですよ。市役所の方で何かあったんですか。うん、あったんですけど、はい、ちょっと言えない。ああ言えない内容なんですね、ちょっとね、うん、警備がちょっと警備、警備がおかしかったかなと、うん、まあちょっと気になるところですけど、まあ言えないというところで、まあまあ仕方ないですけど、はい、はいはいはい、まあそうですね。でこれが18日、そういう話をしたということですね。そうですね、そういうのがあるんですけどね、もう沖縄どうなってるんでしょうかね。どうなってるんですかね、僕にもちょっともう分かんないです、もはやもう分からないです、いろんな情報が溢れすぎて。大作ちゃんより若いのとかが、やっぱね、あの米軍基地に反対してないじゃん、若い人はほとんど。まあそういうふうに言われてますよね、うん、まあちょっと分からないですけれども、もっとね、でもね、うん、若い人って選挙行かないのね。そこがちょっと問題でもありますよね。大作ちゃん選挙行った？行きましたよ、もちろん、はい、僕行ってないの。え、行ってないですか。あ、入院しててね。ああ、そっか、あそういうことか。いや、ピーピー、ああ、そっかそっかそっか、ピーピーピーってね、あのそうですよね、うん、あ、この場合はもうちょ無効になっちゃうんです。そう、あ、そうなんですね。ということで、はい、まあ、この話を、山田さんが話してたという話ですね。はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、はい、次は何行きますか。まあ、いろいろありますけど、田中太郎誹謗中傷の電話、クリーンが体験、専任総長交代式っていう、交代がちょっと違って違うか、あ、違うんですか。違った、けど、あのこれちょっとね、まあ、普天間基地のガナリーサージェント、はい、あの専任軍曹ね。あ、千人軍曹、あの偉い人よ、はいはい、軍曹でも、はい、あの写真が飾られてるんだから、はい、海兵隊の基地行くと、うん、1番が司令官で2番目が副司令官で3番目が千人軍曹って感じで、おじゃ相当上の方なんですね、うん、うん、作戦行動とか、はい、司令官にアドバイスするって、このあのアメリカ、あの自衛隊の総長と違って、はい、うん、専任軍曹っていうのは下士官のトップなの。下士官、下士官って言ったな、下士官のトップね。あ、下士官のトップ、はい、ね、士官のトップじゃなくて、でそれでかなりの、経験とか実戦経験積んでる人だから、はい、なんかね、人事にまで、うん、下士官の、あ、米軍は下士官の人事は下士官でやって、うん、っていうところがあるから、かなりの上の人なの。ほう、この千人軍曹。千人軍曹。ほう、はい。で、その千人軍曹が2年に1回交代するのね。2年に1回なんす。そう。ほう。で、ちょっと見てもらおうかな。はい。これ。テイラーさんですね。ほう。テイラーさん。テイラーさん。あ、テイラーさん。非常にこの明るくてひょうきんな人でさ、あ、この方が千人軍曹さん、それで後ろに奥さんが映ったってるけど、まあそれで、ね、ゆうちゃんと、はい、テドゴンさんにもう一緒に行ってから、はい、ハブピットってあるの。ハブピット、普天間基地のハブピットっていうところがある、ね、ハブピット、うん、そこで体感パーティーじゃないですけど、交代式のパーティー、はい、でそこでちょっと飯食ってきたんだよね。食べてきたっていうことですか、うん、なんか立食パーティーみたいな感じです。そうで、いろんな慕われてる人だったから、はい、いろんな人が挨拶に来てて、はい、でもうテキサス行っちゃうんかな。ああ、アメリカの方に戻られるっていう、うん、戻られる。お、だからちょっとね、こういう人が来て、はい、実はハートクリーンの時とかも結構ちょいちょい通りがかったりとかした人で、あ、で、うん、結構日米交流、はい、バーベキューやったりとか、バーベキューとかもやったりするんですか。そんな、で交流したりするわけですね。そうそんな人がたくさんいればなと今はちょっと。あ、もっとそういうふうに交流みんなで持ちましょうよっていうことですか、うん、そう、あ、そうですね。でも交代し2年に1回なんですね。また、うん、あっという間じゃないですか。あっという間でも、やっぱそれだけの
はい、権力持ってる、権力っていうかそのなんですかね、発言権が強い人だから、うんうん、2年で変えちゃわないと、うん、業者との癒着とかがあるから、いろいろ、ああなるほど、だから2年で交代になっちゃう、あそういうのを回避しないといけないからっていうことですか。うん、けど奥さんもそうだったけど、はい、料理がね美味しくてさ、奥さん、はい、料理ちょっと甘いけど、うん、この日はなかったんだけど、前のバーベキューしてくれた時とかは奥さんがはい、フォークビーンズとか、フォークビーンズ、うん、フォークビーンズですか、フォークビーンズとか買ってきてくれた、買ってきたじゃん、作ってきてくれたりとかね、うん、いろんなことやってしたんだけども、うん、早いね、2年間っていうのは。そうですね、まあ、2年もあっという間ですからね、うん、はあ、うん、僕も気づいたらこっちに3年以上いますからね。そうだね、君は結構長いよね。うん、そうですね、僕もそろそろ交代しようかなっていう、まあ、それだけです。はい、ということですね。はい、じゃあ次のネタいきましょうか。はい、はい、じゃじゃん、次は、何に行きましょうか。なんか、いや、ちょっとフェイスブックで見っけたんだけど、どれ行きます？ね、はい、あ、これ載ってねえな、載ってない、載ってない話しますか。じゃあそうです、はい、載ってない話、これ、この人見覚えあるでしょ。この人はなんか見覚えありますね。元赤軍派、三浦さん、三浦さんっていう方ですか。まだ辺野古にいるのって。まだ辺野古にいる、いや、正直言うと、はい、辺野古にいちゃいけない人だ。いちゃいけないっていうか、赤軍派だよ。だから要するに危険人物っていうことなんですよね。 はい、その方がまだ辺野古にいらっしゃる。まだなんで、大阪、鎌ヶ崎から来てるみたいで、いや、ずっといるんですかね。たまたま来たとかじゃなくて、ずっといるみたいよ。マジですか。だってこの人引き逃げされたじゃん。ああ、例の、うん、はい、ありましたね。あの頃からなんでいるのって、もうずっといるんですね、うん、地元に帰らないの、まあ、どうなんですかね。命でもね、まあ、治療してたんじゃないですか。いや、この人大した怪我はしてないから。はい、じゃあやっぱり何かの企みがあっているんでしょうかね。まあ言っちゃ悪いけど、はいはい、鎌ヶ崎のマザーテレサっていう、鎌ヶ崎のマザーテレサっていう、はい、人の、はい、っていう方がいらっしゃるんですか。いらっしゃったの。いらっしゃった。あ、で、まあ自殺として見られてるんかな。でもそれのね、重要参考人じゃないけど、はい、そういう人間なのね。この方が重要参考人である、うん、その、鎌ヶ崎のマザー・テレサさんが亡くなった時の重要参考人である、うん、なぜか部屋から指紋が一切出なかったという、指紋がね、はい、一切出なかったっていうのは、うん、指紋がなかったの。なかった。だから他の、その女医さんなのよね、うん、あ、この方ですね、マザーテレサっていう方が、ちょっと女医さんの割に、うん、あ、女医さんの割にじゃない、ほとんどそこで生活してたんだけど、うん、家で、うん、指紋とかが一切出なかった。あ、その方の指紋が出てこなかったと。そう、綺麗に拭き取られてたんじゃないか。これはちょっと不可思議っちゃ不可思議ですね、うん、普通に生活してたところなんですよね。そう、ちょっと今ちょっとツイッターとかフェイスブックで立ち上がってるんでね、ちょっと見てみてください、はあ、支援よろしくお願いしますっていう形になってるんで、本当鎌ヶ崎といえば日雇い労働者の町でしょ。あ、そうなんですか。そうなんです、はあ、でもね、その人に対して、はあ、日雇い労働者に対して支援をしてた人だから、うんうん、なんかいろいろ裏があるんだろうね。やっぱちょっといろんなあるんですね。大作者も消されちゃうかもよ。ああ、まあ僕消したところで何のあれもないですけどね。だね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、次何行きます？
結構ネタ的には豊富なんですけど。いっぱいあるね。どれがいい？抗議女性は楽水ってやつが。ああ、抗議女性が楽水。楽水。はい。これはまた。これですね。どういうことですか？うん、反対派にも、はい、ね、怖い絶叫女性落水、はい、抗議船に保安官乗り込み、うん、沈没寸前辺野古新基地って書いてあるんですよ。これ海の抗議船だ。まあ、もう今ちょっと僕の今聞いただけのイメージでは、うん、まあ、要は抗議船があって、抗議船の中にこの保安官が乗り込んできたと。そう、海上保安官がね。そしてなんかごたごたなって、うん、この女性が落ちちゃったみたいな感じ。落ちたかわざと落ちたかは分かんないですけど。あ、なるほど。でこんな、はい、新基地建設が進む沖縄県名護市辺野古で16日抗議する市民の船に海上保安官が乗り込んで、うん、定員をオーバーし不安定になって女性40、うん、名護市が海に落ちた。うん、船は両院からの浸水が激しくっつって、うん、こんないろいろ出てるんですけどね、その、はいはい、原因となるのはね、うん、原因となるのは、はい、現場は臨時制限警戒水域の外側で立ち入り禁止ではない概要、午前6時抗議のために石材搬入船に近づいたブルーの船に対し海保のゴムボートが左右から体当たりし、さらに挟み込んで停止させた。うん、保安官の一人が市民にバカと発言し、抗議すると規制しますと、保安官3人が乗り込んできたっつって、ね。おう。で、ここポイントよ。はい。定員いっぱいの5人が乗った小さな船に、さらに保安官3人が乗り、揉み合って大きく揺れた。うん、海水がガバガバ入ってきて転覆すると思った、逃げなければと考えた女性は次の瞬間海に落ちていた。海保のボートに引き上げられ怪我はなかったって言うんですけどね。ほう。ね。はいはいはい。これなんかどうも自分で落ちたっぽくない。うん、なんか逃げなければと考えた女性は次の瞬間海にいたってことですね。そうそうそう。でこれね、問題はね、定員いっぱいの船に。うん。5人、はい、定員いっぱいの船に乗り込んで、はい、うん、海上保安官が3人、うんうん、そして落ちた、はい、定員いっぱいだからなんとかかんとかとか言ってますけど、はい、ね、どうもおかしくないですか？うん、おかしいというか、なんなんですかね。しかもこれ、うん、抗議のための石材運搬船に近づいたってあるじゃん、うん、これがまずダメですよね。まずダメ、うん、外でやろうと、うん、そしてね、定員いっぱいの船に乗り込んだって、うん、ね、分かる？まあ、定員いっぱいの船に、まあ、保安官が反対派はその、はい、ね、定員いっぱいだからじゃねえんだよ、うん、保安官が乗り込むってことは、うん、危険なやつと思われたんだよ。うんうんうん、はいはい、そうですね。近づくから、うんうん、全て自業自得じゃんこれ、うん、はい、まあまあそうですね、はい、あんたら何言ってんの。まず近づくな。まあ要するに、まず定員いっぱい云々の問題じゃなくて、うん、あなたたちの抗議の仕方が悪いからそうなるから、もう何言ってもあれだよと。そうですよね。何言っても、しかも自分で落ちたっぽいじゃん。どうかは分からんけどね、どっちかはちょっと分かんないですけど、まず石材運搬船ってことはでかいでしょ、うん、まあ大きいでしょうね。それに海賊行為を仕掛けたってね、うん、パイレーツですね、もはや、うん、怖いですね。ちょっとおかしくないかなって思えるところが多々あるのね、うん、確かに。ベテランズ4ピースが選手捕まったけど、いや、ね、はい、あれもね、うん、フェンス越しにこうやっちゃってるみたいだし、なんかやったんですか。被害者が出てると。あ、そうなんですか。でも警察がと、取り合うかわからないということで、今、はい、ね、まだ分かんないんだけど、うん、警察ってね、こちら側の被害届をほとんど受け付けないじゃん。こちら側ですか。うん、あ、そうなんですか。そう、
あの反対派になると急に腰が引けるところがあって、はあね、あるんだけど、うんまあ、いつかは、はい、テトコンさんの時かなゆっくりやるんだけども、うん、ひどいよええひどいっていうのはいや あんだけね、はい、解放にしちゃってそうじゃん、うん、あの解放の敷地に入り込んで全員逮捕しないとか、うんうんうん、知ってる、うん、ちょっと話はちょっと聞いたことないです。あそうそうそう、はい、あの名護警察署の敷地に踏み込んだのに、はい、誰がですか反対派が、はあ、大暴れしたの。えこれ結構前の話ですか。結構前、おあのなのに逮捕しないとか、お普通警察署に入り込んだら逮捕するじゃん、うんうん、敷地内だからっていう、そうそうそうのもあるし、まあ、暴れたら危ないですからね。危ないって警察、うんうんうん、警察官じゃなくて警察署よ、うんうんうん、しかもあの不当逮捕とか言っちゃってるけど、うん、一つも不当逮捕じゃないじゃない、うんうんはい、ちょっと沖縄県警情けないんじゃないかなと、うん、もうちょっとしっかりしてくださいという、もうちょっとしっかりね、はい、でも警察もね、あの左翼がいっぱいいるから、うんうん、思想信条関係ないじゃんって、捕まえるもんは捕まえなさいよって思う時あるんだけど、うん、はい、確かにそれはありますね、うんうんうん、はい、っていうかあの、うん、一向にねカヌーとかさ、うん、臨時性警戒水域超えたのに捕まえないとかあるじゃん、はい、とか連れて行って話すとか、うん、まあ排除だけで終わるみたいな、そうそう、もうそんなことやってる場合じゃないのよね、うん、沖縄もうガンガン捕まえた方がいいよと、そう没収、ね、あもうカヌーも没収した方がいいと、そ う, そうですね、確かにそれはあるかもしれないですね、はい、ということで、はい、時間が、参りましたね、はい、ということで、続きましてはコラムのコーナーに移りたいと思います。宮平大作のうちなあちゅらグルメです。どうぞご覧くださいませ。皆さんどうもこんばんは、皆さんクリスマスのご予定は、いやいや大作でございますということでですね、皆さんね、今週の日曜日、月曜日、次の月曜日かな、24、25とクリスマスが、迫ってまいりますが、皆さんどう過ごしますでしょうか。まあね、やっぱ中にはですね、彼氏彼女と、過ごすというですね、方がいらっしゃいますけども、クリスマスってカップルと過ごす日なんですか。誰が決めたんですかそんなことどうなってんですか最近のクリスマスはということで、ちょっと最近怒りに震えている宮平ですが、はい、ねえ、まあ、一人で過ごしてもいいじゃないかという、感じなんですけれど、皆さんどうなんですかね、やっぱ彼氏彼女と、デートしたりしてですね、まあ、幸せな一日をですね過ごすのでしょうか、うん、どうなんでしょうね。まあ僕の予定は聞きたいですか、皆さん聞きたい。じゃあちょっと24、25のお話しましょうか。私の24日ですね、ちょっと彼女とですね、ちょっとイルミネーションをちょっと見にですね、ちょっとデートしようかなと思ってて、場所はですね、北部の、某リゾートホテルの方で、イルミネーションを 見るということで、そしてですね、まあ、見るわけですよ、まあ、イルミネーション、まあ、最近のイルミネーションすごい綺麗ですからね、やっぱり彼女も言うわけですよ。あーさくちゃん見てこれめっちゃ綺麗だよとか言ってね、そしたら僕は、あまあ綺麗だけどお前ほどでもないぜつって、そしたらいやーさくちゃん大好きみたいなねそんな感じの、そ
そんな感じですね、そのイルミネーションデートをですね過ごしていってですね、まあ素敵な一夜をですね過ごしていこうという夢を見る予定です。はい、わかりますか？わかりますか？そこら辺そういう夢を見る予定なんですからね。まあ必ずしもそういう夢を見るかどうかも分かってないんですけれどもはい、わかりますかね皆さん、僕が今言ったちょっとハイテクなあのお話、はい、夢を見る予定の話をしました。実際何をするかというとですね、パーマ当てますパーマをですねちょっとパーマネントをですねこう当てる予定なんですよね。そしてちょっとあのサンタクロースに扮してですね、まああの一人でちょっとチャタン歩いてですね、あのいろんなカップル の手つないでる間を越えてすいませんっつって入っていこうかなっていう予定でございます。はい、ということで皆さん楽しいクリスマスをお過ごしくださいませ。はい、ということで本日もですね、素敵なオケの商品を紹介していきたいなと思います。はい、本日の商品はこちらとなっております。ブルジャジャン、はい、仲良しパーン、パチ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 ということですね、本日は仲良しパン、しかもハーフをご紹介いたします。はい、こちらはですね、株式会社具志堅さんが、出しております仲良しパンなんですが、これって あれなんですね、沖縄の商品ということで。そうですね、具志堅パンさんが沖縄の、ね、会社なの でそこで作っている仲良しパンなんですけれども、まあ、僕としてはもう相当馴染みのあるパンですよね。で、まあまあ、パッケージも、まあ、可愛い感じのね、パッケージでございまして、そうですね、カエルがちょっと写っている感じなんですけど、で僕これ なんでカエルがこう写ってるのかとですね、まあググってみたわけなんですけれども、これなんか無事に帰るっていうなんか意味があるらしくて、無事に帰ってパン食べようぜ、仲良くパン食べようぜみたいな感じじゃないでしょうかね、ということでカエルが映ってるらしいですね。ちなみにこのカエルの名前も あるそうで、なんか周一とかいう周一くんという名前だったかな、うん、素敵なお名前の、カエルくん、周一くんでございます。はい、まあ僕はもう小学校からこれ食べてますからね。はい、まあ本当に仲良しパンっていうだけあってですね、まあまあ、今開けて見せますけれども、まあこうちょっとこうねパンがこう連結されてるわけですよ、こういうふうに。はい、ちょっとこれチョコレートかな、チョコレート色のパンなんですけど、これを割ってねみんなで仲良く分けて食べようっていうパンなんです。これですね、しかもこれハーフなんですよ実は。でもともとはフルサイズというものがございまして、これの倍ぐらいある、これぐらいかな、これぐらいあるあ のがあの元々の仲良しパンなんですよ。でこれが、僕がいつも食べてたパンでございまして、今回ハーフ見てですね、こういうのもあるんだと思ってびっくりしております。はい、では早速いただきましょうか。これね、はい、こう簡単にね、綺麗に、また綺麗にね、こうちぎれるんですよね。はい、まあ、こんな感じで、まあはい、中にちょっとホイップクリームかなが入ってる感じですね。うん、おいにいは小麦の香りが、うん、漂っております。はい、じゃあ早速これいただいてみましょうかね。はい、仲良しパンいただきます。うん、懐かしい。あ、いや本当に久しぶりに食べてなんか懐かしい感じがとてもしますね。で
思ったよりなんか自分の昔のイメージではこのクリームの味が強いのかなと思ったんですけど、今日食べたらなんかほのかにそのホイップクリームかなの味がする感じで、うん、美味しいですね。昔を思い出しますね。弟と二人で食べてですね、よく仲良く食べてたイメージがありますけれども、美味しいですねやっぱり、うんうん、パンの生地はちょっとチョコレートが入っていますね、うん、やっぱりちょっとなんかチョコっぽい香りが、うん、しますね、うん、美味しいですわ。いやこれね、まさに今日 の, クリスマスのネタにちょっといいんじゃないですかね。彼氏彼女とね、仲良しパンを頬張ってね、イルミネーションを見るっていうのもいいのかなって思いますけど、どうでしょうか、うん、僕はそういう夢を見たいですね、うん、はい、ということでじゃあ評価しましょうか、うん、はい、今回の評価出ました、そうですね、ちょっとこれをこっちに置いて、はい、今回の評価こんな感じになりました。じゃじゃん。はい、今回の評価総合評価25点中の17点でございます。パチ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 ということで、じゃあ今回価格から見ていきましょうか、今回この仲良しパンハーフ160円ちょっとですね、はい、まあ僕的には安いかなと、はい、率直に思いました。ちなみにフルサイズは300円ちょい倍ですね、約倍の値段がします。はい、で今回は、評価は4つとなっております。はい、で量ですね、そうですね、量も全然多いのかなと思います。まあみんなで仲良く分けれるというところもあってですね、やっぱ量は多めなのかなというところで、今回4つとなっております。はい、で見た目ですね、そうですね、見た目はまあ可愛い感じがするんですけれども、まあ僕としてはまあ普通かなという、まあ、見慣れちゃってる感もまあございまして、今回は3つとなってますね。で沖縄感、そうですね、今回沖縄館はですね、今回2位となってるんですけれども、まあそうですね、ちょっと沖縄館はさすがにないのかなって、思いますね。まあ具志堅さんの具志堅がちょっと沖縄っぽいかなっていうところと、まあ沖縄にしかないっていうところを考えると、まあちょっと増やしてもいいのかなと思うけど、まあ見た目としてはまあっていう感じなので、今回は、2つとなっております。はい、で味ですね、はい、味は今回4つとなっております。まあこの昔ながらのこの仲良しパンの味、久々に食べて非常に美味しかったです。ただですね、僕としてはもうちょっとクリームがやっぱり欲しいなっていうところがありますね、なんか生クリームとかそういうの僕大好きなので、はい、これがもうちょっとあったら、最高級出たかも分かりません。はい、ということで、今回はですね、総合評価25点中の17点とございますなりました。はい、パチ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 ということで、はい、こちらですね、ちょっと取り寄せはちょっとできないかもしれないですね、ちょっとググったところちょっと分からないんですけれども、はい、もし沖縄に来た際にはですね、ぜひとも、トライしていただきたい商品でございます、仲良しパン。はい、こちらですね、株式会社具志堅さんが出しております、
仲良しパンを今回はご紹介いたしました。はい、ということでまた次回もですね、いろんな沖縄の商品を紹介していきますので、期待していて待っていてください。それではまた次回お会いいたしましょう。皆さんありがとうございました。はい、ということで、宮城県大作のウチナチュラグルメいかがでしたでしょうか。さて、下水曜日後半戦じゃあ下宿行きましょうね下宿はい、とまずこれ、はいはい、まずメニューからいきましょうか。はい、メニューなし、あ、ネタはなしで、これちょっと映してください。あ、じゃあ、はい、どうぞ。はい、これはい、これは何の画像かわかります。まあ察するに、うん、とりあえずはあの反対派の方ですよね、うん、この反対派の方が鼻を持っているのはちょっとよくわからないんですけど、うん、とりあえず何かしようとしてるなっていうのは。そうですね、はい、辺野古の海に、はい、ゴミ撒き散らしなよあ、まあ、あの人の人死にが出た、あの、うん、ね、抗議船の船長かなんか知らないですけど、はいはい、亡くなったと。あ、抗議船の船長さんがお亡くなりになられたと、うん、そして追悼のために花を投げ入れたと、はい、あ、そのために花を投げ入れた、うん、なんでわざわざ、ね、そんなことするのって。うん、はいはいはい、わざわざそんなことしなくてもいいじゃないかと。そうだって陸でやるよ陸で、あ、陸上でその花を、ね、添えてあげた方がまだいいだろうっていうことですか。そうです、わざわざフロートに、うん、フロートの近くに来てフロートの中に投げ込むんじゃねえよって。あ、これってあの外側に投げてるわけじゃなくて、このフロート内に入れ、だってフロート内に入ってたら捕まるじゃんこれ。まあまあそうですけど、あ、じゃあ、あ、そうですね、うん、確かにちょっと迷惑行為になるのかな。迷惑行為っていうかね、あの、わざわざフロートの中に向けて投げ込むんじゃねえよという、うんうん、確かにそれはちょっと制限区域だよ。はい、そうですね、うん、そうですね、まあちょっとあのこの真ん中の方の持ち方がちょっとダーツ投げるような感じのフォームになってますけど、はい、ダーツ投げるようなポーズって中に投げ込んだんでしょうけど、ちょっとね、ほらわざわざ声援区域に投げ込もうとしている、あのね、タイムズか琉球新報か知らないですけど、このあくまで抗議戦の立場からどうとかってやるんだけど、ね、ゴミを投げ入れるなよと、うん、あんたら命の海を守りたいとか言ってさ、うん、そうですね、こいつらね、全てが、うん、そのなんだっけ、基地が反対、はい、基地反対じゃなかったらあんたら興味ないだろっていうことが多いでしょ、うんうん、はいはいはい、前あのジュゴンの、はい、あのジュゴンってもう3匹しかいないのよね、うん、はい、今そういうふうに聞いてますね、はい、あの1匹はちょっと行方不明になっちゃってるけど、あ、じゃあもう実質上2匹しか、そう、2体しかいないと、あのこれ以上ジュゴンを、はい、あのジュゴンはあの親子だって知ってる、あ、っていう話は、はい、あの佐久間さんの時にだいぶ聞いたでしょ、はい、なら、はい、よそから持ってくるしかないじゃん。そうですね、もしあの荒廃させるんだったら、そうですね、なのにジュゴンの保護団体かなんかが、うん、あの反対してんのよね、それ。あ、連れてくるのですか。ほうそれじゃあもう何ていうんですか、近親交配になるんですか。そうなりますよね。なる。そしたらちょっとあの個体にちょっと影響が、繁殖力よ、うん、弱いんだからさ、連れてくるしか方法ないじゃん、うん、はい、あ、確かに。なのに反対してんのよ。うん、いや普通さ、その親子しかいなくて、はいはい、もう2体しかいないなら、うん、増えようがないじゃん。そうですよね、普通は増えようないけど、どっかフィリピンとかあの、うん、あっちらへんから連れてきて繁殖させればいいのに、はい、うん、じゃ普通にその方がいいんじゃない。そう、あのジュオンの保護団体とか言いながら、うん、ただ基地建設、うん、したい、あ、基地建設反対したいがためだけに、だけのに利用してると。そう、あ、それはそれでちょっと、いや、もう何かっつうと基地建設反対、うん、それに余計な、はい、
あの2個くっつけちゃうから、うんうんうん、真面目にやってる人間はたまんないわけよ、うん、そうですね、だからあの、うん、この間の先ほどの話じゃないですけど、うん、あの窓枠落下したでしょ、はい、普天間第二小学校って、うん、あの反対派の意見で、はい、あの移動が、うん、移転ができなかったんでしょ、はい、というふうに、まあ、先週お話しされてましたよね。そうそうそう、はい、あのな2回、うん、あの2回どころじゃなくて、あの、うん、話し合いはいくとは持たれてるけど、うん、普天間基地を移転じゃなくて、はい、うん、あのあ普天間基地をあのなんだかなその移転させる方が先だとか言って、うん、あ要は普天間飛行場から先に、まあ、閉鎖なり移設なりさせてからその小学校をどうにかした方がいいっていうふうに言ってるっていうことですか、うん、そう、あの順序逆じゃねって、うん、子どもの命ってあの事故が起こると必ず子どもの命が子どもの命がっていうでしょ、うん、はい、確かに、で逆じゃんって、子どもの命が大事ならまず飛行ルート、うん、あんな滑走路の、うん、あの真ん前にあるやつよ、はい、それや、うん、ね、うん、なら子どもたちが大事の命が大事なら、うん、よそに移してからそこから基地反対を訴えればいいのに、反対派って邪魔なのね、うん、もうなるほどですね、うん、もうあの人質に取るような真似してるじゃん、うん、逆にそう、うん、しかも使ったあの全国のニュースで、うん、あのなんだかな、その普天間第二小学校の画像を使われてたんだけど、はい、それが画像がどれも古いの、この第二小学校の画像が古い古い、のが使われてた7、8年前の画像を使って、これが普天間小学校の現状ですよと、はいはい、やってるんだけど、飛んでる飛行機とか、はい、ほとんど岩国行っちゃったのね。あ、もう今ですか？うん、岩国の方に。で、だいぶ静かになったの。ほら、普天間。そういえば、だいぶ静かになったっていうのは、まあ、以前なんか放送で言ってましたね。はい、なのに、現在の画像を使わずに10年近く前の画像を使って。はい、まあ、結構訓練が多い時期の画像を使ってると。印象操作よ、これ。印象操作。ね、信じられるかなって思って、うん、飛行機が飛んでるって子どもたちがはしゃいでる、うん、はしゃいでるじゃないけど体育の授業してる格好を見せたいがためにわざわざ、うん、ちょっと前の、どの7、8年ぐらい前の画像を使ってやってる、印象操作をしてると、うん、はあ、なるほどですね。そうやって印象操作っていうのをしていくんですね。そうね、今の現状に即しない、うん、岩国行っちゃった部隊の飛行機使ってよ、うんうん、が映ってる画像を使ったりしてやってると。ああ、そうなんですね。自分全然気づかなかったですね。この間僕も、いや、岩国の市議会議員さんと一回温泉入った時に、はい、ね、岩国で引き取るようになったとか、そんな話を聞いたことあるのよ、うん、で、その、なんかね、その市議会議員さんは、もう沖縄には、うん、やりましたよ、栗明さんみたいな感じで、うん、そんなこと言うてきたんだけど、うん、ね、感謝の一言もないわけで、うん、普天間基地って、はい、普天間基地の、滑走路上の直線上にあるのね、うん、第二小学校って、はい、そこの、部隊が減って、うん、危険がなくなったと、減ったと、うん、ちょっとは減少したと。そう、はい、で、それあんまり言われないよね、うん、そうですね、はい、いつまでも危険ならば危険だほどいいのよ、うん、反対派の。なるほどですね、うん、減って徐々にこの危険が、まあ、減ってきてるにもかかわらず、それを言わないで、まあ、まだこうガーガー言ってると、ガーガー言ってると、うん、ね、早いところね、辺野古に行きなさいよ。そうですよね、それですよね、本当に。
反対反対言ってないでさ、佐喜眞市長が、はい、佐喜眞市長は早期の移転を、はい、絶対言うでしょ、早期の、はいはい、辺野古とも言わないけど、うん、でもね、やっぱ辺野古でいいわけ、辺野古でいいわけ、辺野古でいいわけ、あ、うんうん、そうですね、僕も辺野古が一番、うん、だって海上滑走路の上にヘリポートも移転するって言うんだから、うん、はい、それが一番いいわけよ、うん、そうです、何もかも辺野古に行ったら丸く収まるのに、うん、これがね、もう その事実をね、うん、絶対普天間基地の地主が何か言ってると思う、あ、この軍用地主とか そういった方々が何か言ってるかもしれないと、言ってると思う、うん、言ってると思ったら確実に言ってるね、うん、言ってるのもあるのではないかと、うん、まあそれはあるかもしれないですね、やっぱりね、はい、うん、いや本当に下水のよね下水、うん、そうですね、ちょっと難しい問題ですね、本当に、うん、そういう考えでそういう考えだからダメなの、うん、あ、そうなんですか、すいません、難しい問題ですねって、今逃げたでしょあなた、いや難しい問題ですもんね、いや難しいんだよ、移動しちゃえば早いんだから、まあだからそれはそうですよだけどこのごちゃごちゃがあるから難しいですねっていう話なんです、それ逃げたね逃げたね、あ、そうなんですか、あ、すいません、はい、じゃあはい、じゃあ次、じゃあそこで、はい、これいきます、ちょっと回、はい、最後に小ネタじゃないですけど、小ネタ、はい、これ穏やか太郎血圧上昇中、あ、はい、穏やか太郎血圧上昇中ということで、ちょっとありましたね、まあ、穏やかさん、はい、これ見てくださいね、はい、大阪の専門的な病院で心臓や血管の検査をしてきました、心電図エコー、はい、血管の詰まりは大丈夫でしたが、うん、血管年齢が測定不能でした、うん、お医者様によると60歳以上だということです、しばらくゆっくり養生します、米軍事故起こさないでください、穏やか太郎でいさせてください、切実、なんか何を言いたいか最後の方分からなくなったんですけど、うん、ね、血管の詰まり、ああ穏やかさんもちょっと健康状態があまりよろしくないっていうことなんですね、そうそうね、血圧はだいぶやばかったけど、あ、穏やか太郎さんか、200ぐらいあったんじゃないか、へえ、かなりの高血圧ですね、あ、僕もや人のこと言えないけどそうですね、いや冗談抜きでね、いや本当ですよ、ね、血圧、血管が太くなって硬くなると詰まりやすくなるっていうでしょ、はい、あ、そうなんですか、うん、はっていうか高血圧なんですある、あ、マジですか、あ、血圧の薬持ってきてるけどそうなんですね、いやー、なんか血圧の薬って飲み続けないとダメならしくて、うん、はあ、そうなんですね、うん、だから僕もこんな体になっちゃったからしょうがないけど、はあ、ちょっと ね、ちょっとねぎらいの血管は詰まらすな血管は詰まらすなということで、いや本当はあ、うん、うん、今4時間以内に病院に行って点滴を受ければどうにかなるらしいんで、うん、あ、今はですか、うん、静養してほしいですね、はい、じゃあちょっと穏やか太郎さんもね、健康に十分に気をつけていただいてですね、まず体が大事ですからね、体が大事、まあ、もう本当に体が大事です栗崎さんと本当脳の血管が詰まった僕が言うのもなんだけどまあ、直接もう言ったらブロックされてるブロックされてるから一回も絡んだ覚えないんだけどな、あ、ちょっとねぎらい言葉かけようと思ったんだけどブロックされてブロックされてる大げさ太郎さん、体には気をつけましょう、はい、そうですね、本当にもう栗崎さんも本当にお願いしますね、はい、さて次は、いやね、ちょっとこれはこれ、はい、皆さんご存知ですかね、はい、これですね、辺野古市、辺野古市、ちょっとこれをね、うん、毎回ちょろっとでいいからちょっと紹介していこうかなという、お、いいですね、僕のコーナーを作ろうかなと、はい、あ、いいと思いますよ、で、はい、まず第一に、この、はい、乗ってるんですね、乗っている、うん、何が乗っているんですか、発刊した時の辺野古区長から、はい、名護市長監修の
慣習にあたってっていう言葉も出てるんですよ、うん、はい、これ面白いんですよね、見てると。あのみんながイメージしている辺野古と違って、うん、はい、その21年前ですか、うん、これの辺野古史を作ったことがあるんですけど、はい、発刊、ね、これが発刊されたのは21年ぐらい前と。そうで、その頃からね、あの名護市の比嘉哲也市長だった頃、はい、面白いんだけどね、あの昭和31年今日旧浦添収容所跡に米軍海兵隊基地キャンプシャブが建設されて以来、米軍基地との共存という他の地域にない環境での生活を余儀なくされてましたが、これなんか言い方がおかしいのよね。そうですね、バッチリ辺野古の人たちが無理やり辺野古に置いてある、辺野古に、違うな、辺野古にキャンプシアブができたことによって苦しい生活をみたいな言い方だけど、なんかそんな感じに、まあ、聞こえますね。でも、地域の諸先輩方の先見の明と英知と決断、そして区民の献身的な区作りで、今日に見る輝かしい発展を遂げておりますことは誠に喜ばしい限りで、発展していると。そう、うん、あったでしょ、はい、あの辺野古、昭和30何年かの辺野古の辺野古っていうか、あの発展する名護市、軍の使用料が、はい、で発展したっていうことを書いてあるんだけどね、タイムスとか。いや、すごいですね、うん、ちょっと大作ちゃん、ここら辺、はい、読んでみて、この監修の島袋晋三さんちゅう人が書いてある、はい、こっちからです。そう、はい、ちょっと読めますかね。辺野古は1950年代以降激しく変貌した、基地建設に伴う土地問題は島ぐるみの闘争であった、四原則貫徹闘争の中で学生であった私は、辺野古出身者として厳しい非難を受けた記憶が残っている。1993年9月移民調査でロサンゼルス市に滞在中、当時、北米沖縄県人会会長であったジョージ・K・サンキー氏は、民政府時代にキャンプシュワブの基地建設の経緯が他の基地の土地接収とは全く異なったものであったことについて個人的体験を語ってくれた。過去50年の変化は目覚ましいだけに、将来の自治づくりの心構えもきちんとしてほしいと希望するものである。1996年2月ですね。おお、なんか良くない、ポジティブなこと書いてない、はい、そうですね、さっきの文章に比べたら全然なんかプラスな感じに思いますけど、これね、はい、他の基地の都市接種とは全く異なったものでってあるんだけど、はい、って書いてますね。これ米軍が無理やり辺野古を、はい、接収したわけじゃなくて、うん、辺野古とよく話し合って、はい、キャンプシャブの、アップルタウンって知ってるよね。はい、知ってますよ。散々やってきたけど、はい、アップルタウンの建設にこぎつけたこととか、うん、これね、辺野古かな、辺野古じゃなくて辺野古もハンセンもそうだけど、はい、どうも その当時の辺野古区民とシュアブのお依頼さんがいて、シュアブの建設は良、かったことだ こととして触れられてるのね、うん、このことをね忘れちゃいけないなと思って、うん、そうですね、ちょっと取り上げてみたんだけど、うん、そうですね、貴重な言葉が書かれてて、ね、そうですね、はい、だから非常に勉強になりますね、勉強になって、この、うん、それだけじゃなくてね、この辺野古史っていうのは、はいはい、なかなかに面白い、これですね、これ見てください。はい、何でしょうか。ここら辺です。あ、ここはこっちですね。チンポチンポの歌。うん、
これは放送していいんですか。いや、チンポラって言ったら、チンポラっつったら、あの、はい、チンボラですね。そうそうそう、はい、のあ、辺野古の方はチンボラのことチンポって言うんですね。そう、こういう面白い、こうチンポチンポ。はい、でこん結構意味がね、ちょっとまた卑猥っていうか。卑猥じゃないですよ。ほら、はい、ほら、辛口から出る角生やして塩が満ちる。まあ、辺野古って、辺野古のね、ちょっと人は真面目に聞きなさいよ、あなた。先輩が言いやすく言うからですね。辺野古って、チンコの意味が、男性器の意味がある、あ、男性器じゃない、女性器でもあるか、の意味もあるから、ちょっと。あ、そう、そう、そう。ちょっと。いや、まあ、ね、下水は。そういう、はい、そういう意味じゃなくてよ、まあ、はい、とりあえずそういったものもあるわけですね、このわらべ歌というか、はい、お、いや、これ興味深いんでね、これ毎週少しずつ、ね、またちょっと取り上げていきたいなと思ってるんで、はい、お借りできる期間だけの間ですけどね、なんか売ってるらしいよこれ。あ、そうなんですか。そうなんですね。じゃあちょっと、いや、と、場所は言わないけど、あ、じゃあ売られてるわけですね。はあ、なるほど。じゃあちょっと、じゃあ来週もちょっと楽しみにしていていただけたらなと、はい、思います。はい、ということで、はい、チンポチンポって。はい、ということでですね、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。そろそろお時間が参りましたので、また次回お会いいたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。